はい、ジェンです。こんにちは、今時間がですね1時50分過ぎたところです。今日もですねコムートの中級者コースに行っていきたいと思います。距離が64キロですね。900アップということで、まあ、結構登るんですけれども、まあ頑張って今日は行ってきたいと思うんですが、今日はですね何しろ風が強いです。風速今10メーターぐらいあって、あ、飛ばされそうになってきたんですけれども、まあ、ちょっと気をつけて行ってきたいと思います。はい、最後までご覧ください。はい、じゃあスタートします。わさび、いや今日はあの強風すぎるんでちょっと引き返そうかなと思ってるんですけど、ものすごい風です。あ、坂だなここは。さあここから久留米行きの方ですね。坂ですね。 5.2 キロで334メートル上がるみたいです。右折、あ、ここか、ここ上がってけっていうことか。じゃあ行きます。お仕事開始。あとバンクですよね。それは要注意。あー気持ちいい。あー綺麗。いいな。空気もね綺麗ですね。いやーめっちゃ贅沢な時間。こんな。うわぁ、ほんと綺麗だ。お光。いやぁ、ほんと、光の共演。贅沢。ごめんなさい。大丈夫です。あ、中城峠。峠だ。まあ今日も絶景を見ることができました。こんな峠があるんだなっていう感じなんですけど。まあでも本当に綺麗です。山の稜線がはっきり見えて。下りは、うわ、これはもうすごいね。一発で凍結ですね、あれ。気温が下がった。うわ、ここもそうだ。いや、出ました、ついに通行止め。この先天竜東横線道路陥没のため全面通行止めです。あれ、なんか看板があるな。なんだろう。あ、迂回路。こんなとこが迂回路でした。いや、見逃したら大変だった。いやー、通行止めに当たって。いやー、ここまで登ってきました、結構。
こで峠でしょうかね。ああ、やっと出ました。はあ、迂回路から抜けました。はい、行ってきました。距離はですね、70キロ。あと、獲得標高は1000アップということで、まあ、なかなかハードだったんですけど、まあ、例の、通行止めも、しっかり、5号のところで、9号ですかね、出てきましたね。はい。まあ、とにかく今日は風が強くて、寒くてですね。で、今もちょっと気温が3度ぐらいで、手も震えてカメラも震えて申し訳ないんですけれども、そういうタフな状況の中で行ってきました。はい、まあ、無事に帰ってくれてよかったです。はい、最後までご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。バイバイ。寒いっす。